はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、古戦場ということで、いや、今回ね、マジでボーダー上がりすぎな。いや、8万人以内に8万人入れないだろう。マジで、そんぐらい、とんでもない、なんかボーダーを占めているような気がする。うん。決戦星の古戦場は、基本的に結構タイミングによって、貢献度のボーダーとか、英雄ラインのボーダーとかが上がったりするんだけど、まあ、基本的に上がってるかな。うん。まあ、ただ、基本的に英雄ボーダーは上がり続けてるかなっていう印象で、8万いいボーダーに関して、まあ、つまり最高報酬がもらえるボーダーですね。8万っていうのは、だからこのボーダーが基本的には、なんだろう、貢献度じゃねえや、アップデートの盛り上がりとかグラブルの盛り上がりとかによって結構上下するんですよ。そうで上下するんだけど、今回はマジでやばい、めちゃくちゃ上がると思います。覚悟の準備をしておいてくださいっていうような感じですね。うん。で、まあ、ちょっと今回はそれについて肉の個数とか、まあ、予想とかしていければな、つうふうに思うんですが、まあ、なんでまずこんなに上がったのかっつうと、まあ、周年アップデの後ですね。3月10日か、ね、グラブルの周年あって、まあ、半額とかがドカドカ来ました。配布とかボカーン来てますっていう状況で、人自体が増えたっていうのもあるんですよ。そう。で、8万円以内っていう、その条件を満たすかっていう、やる気のある猛者たちが、モノノフどもが来てるってことで、ボーダー的には上がってるね。うん。あとは、まあ、VTuber の人とかが、なんか、来たじゃないですか。二次ホロブルダンみたいな。二次三次とホロライブ。まあ、VTuber のでっかい箱なんですけど、でっかい箱の人たちがグラブルやるペコっつって、こっちに来たわけなんですけど、それでね、復帰してる人多い気がする。そう。グラブルもともとやめてたんですよ。もともとやめてて、ランクとかもそんなにこう、めちゃくちゃ意識してないですよ。って人が、でも VTuber が好きだったよ。もともとやってたグラブルをやってるから、戻るか俺もみたいな人が結構いるイメージがありますね。うん。まあ、そこら辺の関係で、まあ、今回は、元から強いよっていう人。でもそれこそ、アゴナイズはないけど、ぐらいの強い人とかも、結構、なんか来てる印象。ランク325が言い過ぎや。300とか、まあ、275。まあ、その当時の最大ランクだったランクとかの人たちが、まあ、結構走ってるような感じがするね。まあ、そんなもろもろで、今回は、めちゃくちゃ、なんかきつそうな感じがします。はい。じゃあ、肉の個数何個あれば、8万以内入れるかっていう話なんだけど、まあ、個人的にはだいたい8000個ありゃいいかなって思ってる。まあ、基本的に貢献度って、ヘルのどれを討伐するかによって貢献度も変わってくるんだけど、まあ、順当に、まあ、俺の思う順当なんだけどね。まあ、95ヘル、150、100ヘル、150、200ヘル、全部、しばける前提だったら8000個ぐらいあれば、まあまあまあいけるかなっていうような感じがします。はい。ただ、これは順当にっていう話、それこそ200ヘル倒せない場合とかもあるので、200ヘルを倒せず95ヘルのみで周回しますよとかだったら、まあもうちょっと心なしかお肉はいるかな、8500、9000個とか集める必要があるかもしれない。で、まあ大体8000個あれば、まあ15億ちょいぐらいはいけるんですよ、多分ね。うん。8000個でまあ15億ぐらいはいけるんで、まあ、とりあえずそのあたり基準にしとけば、まあ、幸せにはなれるんじゃねえかなって思ってる。うん。前回の日売り古戦場12億ぐらいだったっけ。うん。ボーダー確か12億とかそんぐらいだったような気がするんだけど、まあ、今回はちょっと15億ぐらいは見ておいた方が、まあ、13、14は今んとこ確かボーダーが 1.2 倍ぐらい、倍率的に言うと、だから1億だったら 1.1 億になってますっていう話らしいんだけど、まあ、じゃあここからね、最終的にじゃあ12億だったら、まあ、13.4億、13.4 億とか 13.5 億とか、まあ、現状だけど、でもなんかヘルが増えると、ヘルのレベルが上がると倒せるか倒せないかっていうのもあるんで、8万人以内はだいたい上がって14万位とか順当に行くみたいな、まあ大体そんな感じかな。うん。まあ8万位以内を目指すのであれば、まあ結構お肉8000個9000個とかは見ておいた方がいいかもしれないねっていうような感じかな。はい。まあそんなこんなで、まあ僕は3億ぐらいなんですけど、まだ
まあここからちょっとミザ君もね努力をしなくては、落ちていく状況になりますから、俺が8万円落ちるかもしれない。俺今んとこ8万円落ちたことないかな、多分さすがにきっとメイビーなんですけど、ちょっと今回落ちるかもしれないなーって戦々恐々としてます。はい、明日の本戦から頑張っていきたいなっていう風に思っている所存でございますけれども、はい、ウイスということで、今回の戦星の古戦場肉の個数とかボーダーが上がったとかボーダーが上がった要因についてでございました。皆さんもご意見あったら下のコメント欄で教えてください。ほなまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。